運営指導における指摘事項について説明します従来は実地指導と呼んでいましたが国の指針が改正され令和6年度から運営指導に変更となりました最近の主な指摘事項を資料に掲載していますので適正な事業所運営の参考にしてください運営基準に関することについて従業員の人数について 障害児通所の事業所において障害児が10人までの場合、サービス提供時間帯を通じて、児童指導員または保育士を2名以上配置する必要があるところ、1名しか配置していないものがありました。個別支援計画について、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成していないもの、 個別支援計画に定められていない支援を行っていたもの、居宅介護事業所において具体的なサービス内容が記載されていないものがありました。非常災害対策について火災、風水害、地震の災害の種類ごとに避難訓練が実施されていないものがありました。 近年各地で大きな被害が発生している風水害及び地震に備えるため適切な時期に避難訓練を実施してください。勤務体制の確保について、運営法人の役員が事業所の従業者として従事している場合に、法人の役員という理由で出勤簿が作成されておらず、人員基準を満たしているか確認することができないものがありました。定員の遵守について、 日ごとのの利用者がが定員を超過しししてて運営しているものがありました会計の区分について、事業ごとの会計及び運営法人本部の会計が明確に区分されていないものがありました。また、就労支援事業における会計について、生産活動にかかる収支と福祉事業活動にかかる収支が明確に区分されていないものがありました。 記録の整備について従業者の出勤簿が作成されておらず勤務実態の把握が困難なものがありました。また、人員基準や加算の算定根拠となる前年度利用者数や平均障害区分に係る資料について年度当初の届出の時と数字が異なっているものがありました。就労支援事業の施設外でのサービス提供について 相手が他企業との請負い作業に関する契約を締結しておらず、職員が随行した記録がないものがありました。次に、報酬、加算に関することについて、就労継続支援、A 型サービス費について報酬算定の要件である評価点を算定するにあたり、生産活動収支の数字が資料によって異なったり、 取り組みにかかる記録の保管がなされていないなど、評価点の算定根拠が明確でないものがありました。スコア表の届け出内容と取り組みの実態が合致していないため、報酬区分の変更が必要なものがありました。就労継続支援 B 型サービス費について、工賃工場計画が未作成のまま、報酬区分を誤って算定しているものがありました。施設外就労を実施するにあたり、 人員配置を行っていないなものがありました利用者に支払う工賃総額の算出において生産活動にかかる会計と福祉事業活動にかかる会計が区分されていないため適切な報酬区分で給付費請求がなされているか明確でないものがありました計画相談支援費について同じ月に継続サービス利用支援を行った後にサービス利用支援を行った場合は 継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみ算定しますが、同じ月に両方を算定していたものがありました。短期入所サービス費について、日中に短期入所サービスの提供を行ったかどうかは、昼食の提供の有無で判断しますが、昼食の提供を行っていない場合に、日中に短期入所サービスの提供を行ったとして、報酬区分を誤って算定しているものがありました。 短期入所において日中の支援を行っている記録が確認できないにもかかわらず、日中にサービス提供を行ったとして、報酬区分を誤って算定しているものがありました。欠席時対応加算について、利用中止の連絡日時、欠席理由、相談援助を行った記録などが具体的に記載されていないが、加算を算定しているものがありました。 また、利用中止の理由が、事前に予定が把握できるものであるが、加算を算定していたものがありました。送迎加算について、記録が作成されていない。または記録の内容が不十分であるが、加算を算定しているものがありました。緊急短期入所受け入れ加算について、緊急利用の理由、期間、緊急受け入れ後の対応等の記録が確認できないが、 加算を算を定ししているものがありました施設入所支援における重度障害者支援加算について支援計画シートを作成していないが加算を算定しているものがありました共同生活援助における入院時支援特別加算について個別支援計画への記載がないが加算を算定しているものがありました従業者による病院等への訪問や電話連絡等の支援が行われていないが加算を算定しているものがありました 共同生活援助における帰宅時支援加算について家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援に係る記録が明確でない。また、従業者が利用者の帰省中に家族等から利用者の生活状況の把握を行った記録がないが、加算を算定しているものがありました。共同生活援助における夜間支援等。体制加算。3。 について夜間の緊急時の連絡先等について運営規定に定められておらず共同生活住居内に掲示されていないものがありました食事提供体制加算について個別支援計画に食事提供を行うことが定められていない利用者に対し食事の提供を行った際に加算を算定しているものがありました定員超過利用減算について 1> 1日日のの利用者数がが定員超過で減算にに該当する日についいいて、減算してししないものがありました。サービス提供職員。欠如減産についてサービス提供時間帯を通じておくべき従業者数を満たしていない月に減算していないものがありました。サービス管理責任者。欠如減産についてサービス管理責任者が不在であるが、減算していないものがありました。 個別支援計画未作成減産についてサービス管理責任者が不在のため個別支援計画が未作成の利用者について減産していないものがありましたサービス管理責任者が個別支援計画を作成していない利用者について減産していないものがありました今年度の集団指導では主な留意事項について動画で説明しました この動画とともに、集団指導資料、また各種通知などに今一度目を通していただき、日頃の事業所運営に役立てていただければと思います。長時間ご清聴いただき、ありがとうございました。